本日はこのブブカ油そばを食べていきたいと思います。揚げてきます。いやね、これも独特ですよね。この明星のナンバーワンになりますからね。カップ焼きそばの中でもカップ焼きそばというかそうですね、実はあのカップ油そばかで売り上げナンバーワンというのがあるんで、これもすごいですよね。なかなかこういうにあの生き残るっていうのは大変だと思います。というところで中にはマヨネーズですね。で、ふりかけと、タレ。コクとタレを3秒振ったりっていうので。あと火薬ですね。まあ火薬は入れちゃった方がいいですね、これ。火薬を、火薬を入れ、お湯をすぐって感じで。入れちゃいます。まあ、なかなかカップ麺にしては大きなチャーシューですかね。サラミぐらいの大きさはありますね。いや、そもそも麺が太いですね、これ。すごいですよ、この太さ。そういうところなんで、お湯を入れていきます。はいはい、結構ギリギリですね。まあ、おいっぱい入れて、食べておこうかなと思います。すごいですね、この。どうしてもナンバーワンでも惹かれちゃいますからね、やっぱり売り上げナンバーワンというのが、まあ、大体やっぱりあの、まあ、話題性で結構新しいのが出たりとかね、沈んだりしてっていうところなんで、変わる変わる出てるところですけど、やっぱナンバーワンっていうのもすごいですよね。本当にまあ調べだと一応2021年から8月から2022年の10月累計販売金額って書いてるんで、かなり支持されてますよね、これ。一応、東京の吉祥寺の名店ってとこなんで、すごいですね、このブブカ。いや、この写真も美味しそうですからね、まず、ね。この感じ。やっぱこのジャンキーな感じがたまらないですよ、この。もう絶対体に悪いんですけど、絶対美味しいってやつですね、これ。マヨネーズもあるってのはもう、ね、欲望の塊みたいなんですよ、もうでも。これは絶対美味しいですよ。確かにこれはすごいですね。もっちり極太麺に濃厚醤油だれが絡むっていうので、いや、いい、まあ、シンプルながらいい売り文句ですね、これ。というところなんで、ブブカなんですけど、一応ブブカのこだわりのうまさってところで、もっちり極太、醤油だれ、練り込み麺っていうところと、3秒振ればもっとうまい、濃厚焼き豚醤油だれですね。で、さらにコクうま、マヨネーズトッピングってとこなんで、うん、ブブカ油そば。1995年創業なんですね。で、東京吉祥寺の油そばの名店ってとこなんで、まあ、それがもう全国区になったとこですね、結局その、カップ麺出た話なんで。東京だけで売れたわけないですからね、やっぱり。全国的に売れてナンバーワンですからね、これ。うん、すごいですよ。下手したら世界でナンバーワンかもしれないですからね。まあ油そばっていうのは結構ニッチですからね。世界でどれだけ油そばがあるかわからないですけど。いや、もしかしたら世界一かもしれないですからね。まあなかなかその海外製の油そばとか食べたことないですからね。ないんじゃないかなと思いますよ、これ。こういうのが。文化としてどうなんですかね。あるんですかね、油そば、海外にも。ちょっとわかんないですけどね。一応お湯も770ml なんで、結構まあ大盛りですよね、これ。一応まあ、成分としてはやっぱカップ麺で、まあ油揚げ麺ですね、こちら。で、小麦粉が入って、植物油脂、食塩、醤油、酵母粉末が、あと香味、調味料ですね。それが麺に練り込まれてるってとこですね。で、ソースが、豚油、マヨネーズ、醤油、糖類、植物油脂、豚、鶏エキス、食塩、炭水化水分解物で調味、香味料ですね。で、チャーシューペーストが入って、醸造酒ですね。で、香辛料、香味調味料ですね。何がすごいって、ソースにもうマヨネーズが入ってますからね、豚油と。豚油の時点で油っぽくて、で、マヨネーズでさらにってとこですからね。大体今醤油が上に来ると思うんですけど、これはもう油切ってますよ、これ。ソースの時点で。
これはすごいですね。なんか想像にたやすいってところですよ。で、火薬はまあ、さっきあったのサラミみたいなチャーシューですよね。で、メンマとナルトが入ってるってところなんで。まあ、ここは王道ですよね。やっぱりこの、ソースの、あれがすごいですよね。あ、違うか。マヨネーズも、ここに入ってるんじゃなくて、これがマヨネーズか。これのこと言ってるのかな。まあ確かにそれだったらいいか。でも豚脂が多いっていうのはすごいですよね。で、火薬で、ふりかけですよね。香辛料、ネギ、ノギってところなんで。あ、そっか。ソースがマヨネーズ入ってるからあれか。これに入ってるかと思いました。てっきり。ちょっとミスリードしちゃいましたね。さすがにこれに入ってなかったってことなんで。これとこれを合わせて一つの項目になってましたね。まあ、マヨネーズはマヨネーズなんですね、これ。何の変哲もないマヨネーズだったんで。自家製マヨネーズとかじゃないんですね。まあ、この辺り使い回しですかね、マヨネーズ。まあ、ちょっとわかんないですけど。まあ、いろいろ入ってますね、これ。まあ、麺も 130g なんで結構多いってとこなんで。一応まあ、カロリーとかも結構多いんじゃないですかね、こうなると。ちょっと切っちゃいましたけど。769kcal ですね。まあ、まあまああるって感じですかね。塩分は 6.1g なんで、やっぱり多いですね、これ。やっぱりいっぱい食べると体に悪いかもしれないですね、これ。まあ、たまにだからいいってやつですよね。っていう、投稿してるうちに、まあ5分経ったんで、食べていきたいと思うんですけど。まあまずお湯を出さなきゃいけないですね。お湯はまた安定の味噌菌にお湯を注いでいきますね。いや、これ便利です、本当に。ちょうどいいサイズですからね。味噌菌です。味噌菌に。お、ちょっと危ないですかね、今日は。でも、早い大丈夫でしたね。ギリギリですかね。結構これ、最高記録じゃないですかね。ああ、危ないですね。もうちょっとでも溢れるところでしたけど。さすが味噌菌、ちゃんと受け止めてくれましたね。蓋を開けて。やっぱ太いですね。お湯を吸ってさらに太くなったような感じですよ。まあ、気のせいかもしれないですけど。ちょっと麺を抽出してですね、ちょっと。麺のちっちゃいのがいたんで、抽出して。まあ、この時点で結構美味しそうですよね。太くても柔らかくて。これはまあ歯応えというかもっちりしてそうですね。これで作り方を見て忘れちゃいましたけど。まずあれですよね、多分。作り方としては、先に振ったれを、タレを3秒振ってかけるってことですよね。で、マヨネーズ振りかけの順ですね。まあ、大丈夫でしたね。1、2、3、まあいっぱい振っちゃいますか。いいところで振ったんでかけちゃいますね。もう3秒以上振ったんで美味しくなってんじゃないですかね。あ、これも濃いですね。さすが豚脂がたくさん入ってるだけあって、醤油と豚油で、もう油っぽいですよ。っていうところでやっぱ混ぜてですよね、多分。ああ、やっぱこれは濃厚そうですね。これは絶対あのあれです、濃厚ですよ。もう見た感じというか、まあそんな匂いは強くないんですけどね。これでも見た目がすごいですね。太麺とその醤油が絡むところがまたすごいですよ、この感じ。いや、たまらないですね。見てるだけであの食欲をそそるというか、やっぱ違いますね、これ。すごいですよ。食べ応えがいそうですからね。これはやっぱりまた、確かにもう、売り上げナンバーワンってとこですよね。確かにこれはなりますね。
どうしてもやっぱ油そばって、うん、合うは合わない合いますからね、やっぱり。店の味とちゃんとカップ麺になれるかっていうのがあると思うんで、それがもう良かったんだと思いましたけど、やっぱ純粋に美味しいんですよね、やっぱり、きっと。そうじゃないと、日本一になれないですからね。いや、多分世界一だと思うんですよね。油そばの文化自体どこまであるかってところなんで、あれですけど。で、まあ、マヨネーズですね。もうこれもまた、あれですよ。大変ですよ、このマヨネーズかけたら。やっぱもう、豚油にマヨネーズって感じですからね。すごいですよ、これは。いや、すごいコラボレーションですね。これは絶対美味しいですよ。美味しくない要素がないですからね。やっぱり油は本当にもう、凝りすぎてるかもしれないですけど、いや、これは美味しいですよ。ジャンキーな感じですけどね、美味しいって言って。でもそれがたまらないんですよね、やっぱり。たまに食べるジャンクなものっていうか、まあ、結構食べてますけど。いや、でもこういうのはやっぱり、いいと思いますよ。まだ食べてないんですよ。絶対美味しそうですね、これ。作ってて分かりますからね、やっぱり。というところで、だんだんマヨネーズも浸透したんで、最後にふりかけですよね。これをかけて、どうなるかってことですけど。あ、やっぱり、いいですね、このふりかけも。緑が入りまして。これで気持ち体に良くなったんじゃないですかね。というところで、ふりかけをかけたブブカの油そばですね。やっぱ美味しそうですね、このチャーシューとね、これメンマもいてってナルトもいてですね、ちょっと写真とはちょっと違いますけどね。写真だとこうなんで、もうちょっと美味しそうですよね。やっぱり無理があるのかもしれないですけど、まあでも食べていきますからね。伸びることはないですけどね、まあ、それはありがたいですよね。でも冷めちゃうんで、やっぱりというところなんで、部下のこの油そばですね、美味しそうですよね。こちらを、まあ、ふりかけもちょっと混ぜた方がいいですね。混ぜながらというところでちょっといただきたいと思いますね。部下の油そばですね。まあやっぱりこう、マヨネーズと油そば合いますね、これ。すごい相性ですね。美味しいですね、やっぱり。すごいですよ。やっぱりたまらないですね、これは。すごいですよ。何ですかね、この豚油とマヨネーズをまとめ上げる味がすごいですよね。多分単純にかけると合わないと思うんですよ。これでやっぱり麺のうまさというか、やっぱさっきのふったれが効いてるんだと思うんですけど、いい感じに調和してくれてますよね。成分だけ見るとかなり無駄げしそうなんですけど、ちゃんとまとめ上げてるんで、進みますね、これ、ほんと。どんどん箸が進んでなくなっちゃいそうですね、これ。やっぱり待ってる時間の方が長かったですね、これ。もうなくなっちゃいますよ。もう4分の1ぐらいですね。こんなもう、4分の1もないですよね。ということで全部食べちゃいましたね。美味しかったですね、やっぱりもっちり太麺で。これはやっぱりこの
濃厚醤油だれがすごいですよね。マヨネーズとのその相性もまあそうですしね、美味しかったです。本当にやっぱナンバーワンというだけありましたね。ところで、まあ、本日は東京吉祥寺の名店ブブカの油そばをいただきました。美味しかったですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。